はい、ボーイズ&メンのゆうひです。先日、LINE ライブの方で、僕がプラモデルを作りながら、車について語るという、ものをやらせてもらったんですけども、まあ、時間が30分で、プラモデルを時間内に完成させることができなかったと、いうことで、まあ急遽と言いますか、まあやっぱりね、一度こう始めたものを完成はさせたいので、今自宅で、このね残ったプラモデル AE86 のプラモデルを作っていきたいと思います。で、まあ前回結構いろいろ語ったので、まあ、今回は本当に作って完成っていうところがメインではあるんですけども、まあ、前回ちょっとあまり触れれなかったところとかも、作っていくうちに出てくると思いますので、そういったところは、ちょっと話していこうかなと思います。なので、この動画おそらく早回しになると思います。最初は足回りからですね。はい、足回りというのは、まあタイヤホイールもなんですけども、そこの前につながってるね、サスペンションとかブレーキとか、そういったところですね。メッキは多分ですけど、このメッキがある状態で接着剤をつけちゃうと結局メッキのところがポロって剥げて取れちゃうよっていうことですね。なるほど、そのためにカッター用意してくださいってなってるみたいです。これはフロントですかね。フロントのブレーキキャリパーからつけていくみたいです。一応喋りながらやってはいくんですけども、あくまで今日は完成を目指すというところなので、なるべくちょっと早く作れるように頑張りたいと思います。このね丸っこいのが、これおそらくですねブレーキローターなんですよ。でこの上にチョンってついてるのがブレーキです。ブレーキキャリパーです。つける部分はメッキを剥げってことですね。なるほど、わかりました。足付け作業っていう表面をザラザラにすることによって接着面積を増やして外れにくくすると。今回これでねちょっと全部剥ぐのは難しいので、そのスタイルでやっていこうかなと思います。これ果たしてこのビデオカメラの容量を使い切っても完成できない可能性もあります。これでとりあえず1工程が終わりました。次2工程、まだ足回りですね。2工程終わり、3ですね。お、来ましたね、シャーシ。車のボディです。ボディというか骨格というか、ついにこれにつけるみたいです。でスプリング、なるほど、まあまあそうですもんね、サスペンションはバネなので、ここで本物のスプリングが登場すると。これ見えてきますよ、車っぽさが。ここは絶対早回しです。さあ、ちょっと車っぽくなりました。はい、今これねシャーシ、車の下の部分というか内側に入っているフレームというか、骨格の部分なんですけども、そこに、ブレーキとかサスペンションとかそこら辺がつきました。でちゃんと動きます。でさらにここな、ね、このサスペンション、さっきのサスペンションがついてるんでバネも、これちょっとすごいな、クオリティ高いぞこのプラモデル。よし、じゃあ続き作っていきます。これで第3工程終わりました。次第4工程ですね。リアのね、キャリパーとか
そこら辺足回りですね。皆さん気づいてますか？何気に僕今この AE86 を作るにあたって僕が着ている服はなんと AE86 イニシャル D の藤原豆腐店の86のプリントが入ってるパーカーを着てます。この音嫌な人いますよね。俺は全然気にならないんですけど、この黒板を引っかいた時のね、あの音。俺間違ってないよな、切ったのサイズ合わないぞ。これでいいのか。おお、嘘でしょ、折れた。やばい、折れちゃいけないパーツが折れてしまった。やばいぞこれは。これどうしよう。とりあえずちょっとここつけちゃうか。これはですね、緊急事態ですよ。こういう時のために瞬間接着剤。いけるかもしれないこれ。つきました。よかったよかった。まあここもね、まあ、愛嬌と言いますか、ちょっと多めに見てください。よしよし。でこれで今4工程が終わりました。どの角度、どの角度でつけんのこれ。動いちゃうよ。完全に接着するまでセロハンテープや輪ゴムで固定してください。なるほど。後でやりますこれ。で、さっき折れたこれをつけていきます。これ多分カメラに映らないと思うんですけど、微妙にね、ちょこんと穴の中に入れる場所があって、そこ基準でつけれますねこれ。わかるかな、これ。このほぼまっすぐでいいじゃねえかって思うんですけど、このね、微妙なズレ、これが後々生きてくるんでしょうね。はい、じゃあこの感じでちょっと反対側も。まあ、リアはね、やっぱり FR、ね、フロントエンジンリア駆動っていう、リアはあくまで前に進む力というか、それを駆動させる力で、前がハンドルを切るんで、まあ、前がハンドルを切るというのは車全体に言えることなんですけども、まあ、だから後ろはね、全然固定でもいいんですけど、どこに、なんか落ちた、なんか落ちました今。これかな、ゴミでした。ちょっとねこれは苦戦だな。はあ、これで、まだ、あ、来た、ついに来た36、37。皆さんにお見せしましょう。これはもう形を見れば俺はあった。わかりますかこれ。この先っぽ、ここだけを削るっていうね。今こうだいたい形が見えたと思うんですけども、僕が今作っているものはマフラーです。車のマフラーです。で、これの間に次の6工程目いっちゃいましょう。タイヤです、タイヤ。タイヤとホイール。ここはね、結構ね、これ楽じゃないですか？ええ。
見えるかな、溝。こんな感じです。両方ともこうやって前の方に回るようにつけないとダメですね。よし、タイヤあるよ。さあ、ついたんじゃないかな。まだついてない。よく昔のゲームって言っても、まあ 僕が小学校の時なんで、本当に、ね、初期のゲームは別として、スーパーファミコンとか64のカセット、フーフーしてましたね。ではこのね、マフラーをつけていきたいと思います。86は一本出しですね。あ、こんな角度でつくんだ。見てください、マフラーね、後ろこんな斜めにつくんですって。すごい、ちょっとかっこいい俺普通にまっすぐに出てくんかなと思ったら、あら、ま、斜めに攻めてますね。ここでいよいよタイヤをつけていきます。ね、このタイヤを、タイヤとホイールを、接着剤は使わないからそのままつけることができるんですよ。ということは回るんですね。各タイヤがつきました。つきましたタイヤで、これが回ります。回ってさらにサスペンションが入ってるんで、このね、バネで衝撃を、路面の衝撃を吸収する。もうこれだけで、変な話坂道とかだったら転がれますよ。おお、いいですね。ちょっと形っぽくな、車の形っぽくなってきました、これ。よしよしよし。ここに来るまでにはどれぐらい、1時間は経ってないよな。これ何時から始めたんだろう。ちょっと何時からだっけ、覚えてない。この調子でやってったら多分これで間に合わない気がする。じゃあどんどんやりましょう。あー、ラジエーター。さあ、ちょっとね、このパーツ皆さん重要なんでね、ちょっとお見せいたします。これ、あ、模様見えないかな。模様見えないですね。裏にはですね、ファンがついてるんですよ。で、この、まあ、ちょっと模様が見えなかったんですけども、これは金属のね、鉄板がこう何層にも重なってるようなところで、ラジエーター、エンジンを、エンジンってね、すごいこうガソリンを燃やしてエネルギーを出してて高温になるんですけども、エンジンの中に水を通して、エンジンを冷やそうという。で、エンジンの中を通った水がこのね、鉄板の中を通って、こう路面を走ってる時に前から来た風で中に入ってる水を冷やしてまたエンジンの中に送ると。はい、これはね、結構大事です。これがないと車はもう走れない、そんな感じです。ああ来るな。おお、いよいよ車、この A86 のメインどころ来ますよ。なんと今ね、この車の前側で、ね、こっちが前なんですけども、ここ、いよいよエンジンルームを作っていきます。今これエンジンルーム作ってるんですけど、まだ先ですけど、なんか終わりが見えつつあります。
ちょっとエンジンっぽくなってきましたよ、これ。今10工程まで終わりました。次11、いよ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 エンジンルームに組み込んでいきたいと思います。というところで、じゃあ、まあ、さっきねエラジエーターをお見せしたので、ちょっと簡単にこのエンジンについて話していきたいと思います。 AE86 スプリンタートレの、カローラレヴィンに積んであるエンジンがこれです。トヨタツインキャブ、16バルブトヨ、ありますね、ツインカム、16バルブトヨタ1600、通称 4AG と言われるエンジンです。このね、まあ、さっき言ったトヨタ1600っていうのは 1600cc、ね、1.6 リッターで、よく1.6って言われるんですけども、このね 4AG エンジンが、この発売された当初、すごいパワーといいますか、レースの、ね、場所でもそうですし、ただそういったスポーツカーではありますけど、なんだろう、デートカーだったりとか、まあね、このニシャリーの場合だったら豆腐店の、車になってたりと、みんないろんな方が乗っている車で、かつ、まあ、それぐらいね皆さん買えるぐらいの値段で、かつめちゃくちゃ性能はいいと、チューニングをしたらもう結構大会でも優勝できるわっていうところが、やっぱりこのそれの全てを支えてるのはこの A86 の、まあ、車体もね、もちろんいいんですけども、この 4AG という、名機といいますか、すごいいいエンジンです。はい、では、今からこのエンジンルームにエンジンとか、他のラジエーターだったりとか、いろんなものを組み込んでいきたいと思います。エンジンを乗せちゃいます。はい、乗りました。86に 4AG エンジンが乗りました。いやー、かっこいいな。全然外装パーツついてないのに、僕もここ見てるだけでちょっと嬉しいですもん。これがエンジンかーっていうところが、いやー、いいなー。わ、これミスったなー。いやー、間違えたなー。これさっきもうね、エンジンを先に乗せちゃったじゃないですか。今このね、ラジエーターから伸びてるね、冷却水を通すホースをエンジンに繋がなきゃいけないんですよ。この状態で繋ぐのむずい。なんとか入りました。11工程終了。まだありますからね。お、バッテリーとブレーキフルード、この白いやつからパーツを全て抜き取りました。これはもうだからエンジンの音だったんですね。ここはもう、さあこれをねつけていきましょうかね。これ一台一台こう作っていくうちに、でパーツの位置とかも覚えれるからいいですね。ということで、できました。エンジンルーム、これ細かいですよ。まあこのど真ん中がエンジンです。この目の前にあるね、ちょこれ分かりづらいな、この部分が、ラジエーターです。で、おそらくですけども、このね右側についてるこれとこの板もそうかな。エアーインテークですね。こっから空気が入りますと。で、このエンジンにつな、これがね、つながった先のエンジンについているこれがエアクリ、あ、もしくはここがエアクリかもしれないです。ちょっとまあここら辺はね、とりあえず一連の、
エンジンにつながるまで空気が入るところからのどっかにエアクリはついてます。でこれがバッテリーですね。でこれが、ブレーキですね。この部分ブレーキのオイルとかが入ってて、ここから車体全体にブレーキのオイルが行き渡ると。いやー面白いですね。僕もね免許取って車買いましたけど、自分のね乗ってる車と全然こうパーツの位置とか構造が違うから、いやこれは面白いですね。でこれで、シャシーとエンジンと、でこの説明書の、はい、こちら側が終わりました。ということでここからは後半戦、はい、裏面の方に、裏面の方をやっていきたいと思います。ただもうね今いい時間なんですよ。13時5分、13時5分なので、ちょっと僕ここで、お昼食べたいと思います。何かしらちょっとね冷蔵庫にあるもので作って、お昼を食べたいと思いますので、ちょっと一旦ここで今ねお昼作るんでカメラ止めたいと思います。はい、はい、ということで、お昼ご飯作ってきました。ここでお昼を食べたいと思います。今日の僕のお昼はこちらです。アスパラベーコン、ベーコンアスパラ、はい、を作ってきました。特にいろんなそういったレシピを見るわけでもなく、単純にアスパラにベーコンを巻いて焼いただけまあ醤油と塩コショウはしましたけど、本当に何も考えずに単純なイメージだけで作りました。はい、では今日お昼ご飯いただきます。レシピを見るわけでもなく作ってるんで味が怖いですけども、いただきます。うん、全然食べれるね。いけるいける、おいしい。うん、濃いかな、濃いかも。ちょっと不安で最後に塩コショウを上にかけたんですよ。その塩コショウいらなかったかもしれないまあ自分が食べれればいいんですよ。では、お昼も食べたことで、後半作っていきたいと思います。後半、まずはですね、いよいよボディに手を入れていきます。ここに窓ガラスとか、ね、フロントリア、ね、ガラスと、ミラーをつけていきます。今ねボディなんもない、こうすっからかんの状態ですから、はい、ここにいろいろつけていきたいと思います。これね、これおそらくね、あそこだと思うんですよ。ウィンドミラー。すごい、一応細かくですけど、これ映るかな？映るかな？ここ。この真ん中、ここ一応ね室内灯を再現してます。このカバーね、ちょっと仮につけていますけど、もう見えないですからね。普通に今こうやってつけちゃってもう映ってないんですよ。この裏の隠れるところに入っちゃってるんで、そこまで一応ちゃんとデザインしてるっていうのはやっぱすごいですね。これはい、着きました。ね
真っ白ですね。真っ白な86でございます。で、いよいよパネルですよ。インテリアパネルついていっちゃいますよ。これね、ちょっと水シールっていう濡らして貼るやつなんですよ。これが水を用意してきました。で、自分の貼りたいシールね、これ普通にじゃ取れないんですよ。自分の貼りたいシールの場所をハサミで切り取って、でこっちの方がちょっとデジタルっぽいメーターで、こっちの方が針を使った、ね、昔からあるメーターで、僕はこっちの方で、やっていきたいと思います。イニシャル D の86はデジタルじゃなかったんで、こっちで、でこれを一旦濡らします。で濡らすことによってこのねシールが剥げるんですよ。このシールが、はい。でこの濡れた状態で、自分の貼り付けたい場所に貼り付けて、あとは乾燥したら、貼り付くと。だから感覚的には切手とかの逃げますね。切手、別にあれはそのままね濡らして貼り付けれますけども、まあ、一旦剥がすときに濡らさなきゃいけないと。で貼るときにも濡れてないといけないんですね。はい、ということでメーターパネルつきました。ウインカーレバーまでついてますよ。ただ反対側にね、あれなんだっけ、ちょっと出てこない名前が、あれですよ雨降った時に使うあれがないですね。あれ用のレバーが、あ、ないんだ。そうだ、イニシャル D の中でそうなんですよ、ないんだ。今は車はね、まあ、日本車だったら右にウインカーレバーがあって左にね、これがあるんですけど、イニシャル D の中でね回してたんですよ。昔のテレビのチャンネル合わせるみたいなあれでっていうのがあるんですよ、86には。ということで、インパネ、インテリアパネルはこんな感じです。ハンドルがついてます。では、インパネができたので次はいよいよこの車体か、違う、これか、内装、これがインテリアのベースです。ここにいろいろ椅子とかつけてって最後にガチャンと、はい。でここでですね一個ねあるんですよ。このこれね、 LINE ライブの時も言ったんですけども、椅子が2種類入ってましてね、この普通のリクライニングできるシートと、フルバケシート、今回僕はそうですね、まあフルバケを、別にね後ろはもうどうしようもないんですけども、運転席と助手席は好きな方をつけられるんですよ。まあレトロに行くんだったらこう普通のねリクライニングできるやつもいいんですけど、まあ僕はねスポーツカーが好きなのでやっぱりフルバケでつけていこうかなと思います。あー来ましたね。この86はですねマニュアルなんですね。ミッションがついております。代表的なものといえばこれですかね。はい、こちらちっちゃいけど、こちらが3ペダル、こっちがシフトです、シフトレバーです。これがですね、右からアクセル、真ん中ブレーキ、左がクラッチペダルです。
で、これがシフトノブです。まあ席はね、あ、揺らしちゃった。はい、最近はね、オートマが主流で、いろんな車、オートマ出してますけども、3ペダルはね、僕からするとやっぱ、かっこいいですね。すごいな。このシフトレバーの馴染みすごいな。このシフトレバー、今こうやって後からつけてるんですけど、もともとそういう型から作ったみたいな、すごい馴染み。一応ね、シート後ろ前こう好きなところで固定できるみたいです。またこれ懐かしいものついてますね。僕が子供の時、保育園とかの時、うちの車はこれでした。見えるかな、ここ窓を開ける時にね。今だったらもうほとんどの車がボタンでウィーってこうね、開け閉めできますけども、このくるくる回すやつ、今タクシーだったらついてるのありますね。今、おー、すごい、ぴったり、つら位置ピッターっとまっすぐにつきますね、これ。で、さっき作ったインテリアパネルを、ね、ハンドルとかをここにつけていきます。で、うん、とりあえずインテリア、内装はこんな感じです。はい、シートは後でつけます。とりあえず仮で置いときましょうかね。で、もうすでに、LINE LIVE のところで撮りました。こちらリトラクタブルヘッドライトはもうできているので、ここは飛ばします。さあ、これなんだっけ、さっきの雨の時のあれ、ワイパーです。ワイパー、あれが黒だから分かんないか。微妙にこっちの方が根元が長いんです。で、こっちの方が平らで薄くなってます。薄い方を使いましょう。僕は、いや違うな、これ1819、今切り取ったのが正解で、これさっきのあれはリアだ。リアウィンドウのワイパーだ。とりあえずまだ固まってるか分かんないんで動かすのは怖いですけども、つきました、目が。いいですね、今の車では絶対に見ない機能。そして19、フロントバンパーですよ。これはリアですね。なくした？ LINE LIVE の時にフロントバンパー置いてきちゃった？嘘？そんなことある？これ完成しないな。そんなことある？やったな、これやったな。やったかもしんないこれ。どうしましょう。
もうなんかわちゃめちゃつけてミニ四駆みたいにしちゃいますこれ。うわー困ったなこれ。とりあえずできる範囲で作ってみたいと思います。これミラーの部分がですね、なんていうんですかね、かっこよさげなノーマルとそのちょっとねチューニングしてかっこよくするやつみたいなのがついてて、ちょっとかっこいい方で作ろうかなと思います。来ました来ました、ここで再びシールの登場です。ナンバープレート、トレノ3ドアと、品川530-2.86というのがあるんですけども、まあナンバーの86も捨てがたいですけどね、迷うなー。いや3ドアでいきます。サイドスカートがあるのとないのの違いね。はい、これがない方です。これがある方です。ここの立体感が全然違いますよね。いやー、こういうスポーツカーはやっぱこういうチューニングをしていくと見た目もかっこいいですし、あの空力ね、空力性能も良くなるんですよね。付け終わりましたね。フロントバンパー以外は本当にどこ行ったんだ。いやー、ついにねここまで来ましたよ。もう完成ですよ。これで、つけたら完成なんですけど、ちょっとね、さっき言ってたね、シートの位置調整をするので。そうかそうか、サイドスカートのリアフェンダーのところが、よし来た。うん、ど真ん中でいい気がするな。よし、一旦外します。よし、着きました。シールどうしよっかな。バンパーがないからもうシールどころじゃないですよねこれ。バンパーないもんな。そんなことあるっていう。カバンに入ったりとかしてないかな。ということで、ラスト、これをはめたら完成です。よし、はまりました。ということで AE86 のプラモデル完成と言いたいけど残念。いやー、1回目にしてこれはダメですね。フロントバンパーがない。内装とかだったらまだね、別にそんな遠目から見たら分かんないですけど、フロントがないですからこれやばいなー。ほんとどこ行ったんでしょうね。まあでも このねリトラクタブルヘッドライト、これ
上がるんですよ。ちゃんと細かく作られてますし、ボンネットも開くと。ボンネットがね、本当に細かいんですよ、これ。本当、バンパーさえあれば完璧なのにっていうね。まあ、仕方ない。これはでもね、本当、次回にちょっと活かしたいと思います。まあ、次回は、もっとね、LINE ライブの時から、ちゃんと今回でね、どれぐらい時間かかるのかとか分かったんで、まあ、ちょっと、そういったところも含めて、ちょっとね、次回、またプラモデル作りながら、ちょっと車の説明をしたいなと思います。第1弾の86がちょっと残念な形で終わることにはなっちゃうんですけども、見つかりました。なんと完成した AE86 がこちらです。じゃん、着きました。で、今見つけたばっかでちょっと仮に合わせてみたんですけども、平らなんだけどここが開くと。はい、AE86、 いや今回これ作れてすごい良かったです。面白かったし、まあ、車のこともしっかりと知れるので、ちょっと今後もね、今回は AE86 でしたけども、別の車でまた違った特徴のね、ある車を作って、皆さんに車の、ことをちょっと語っていきたいかなと思います。ということで、以上ボイスアルメンの夕日でした。